ファリダットはアメリカ合衆国産で日本で調教されていた競争馬である。場名のファリダットとはアラビア語で宝石の意。12月1日、阪神競馬場で行われた二歳新馬戦にてデビュー。単勝1.5倍の一番人気に支持された。レースでは最後の直線、安城の竹と良き種が手綱を持ったまま落勝した。年明け初戦は、 副受走特別から始動。ここでも一番人気に支持されたが、デビュー戦のような伸びは見られず3着に終わった。その後もクラシック出走権獲得を目指し、椿賞、スミレステークスと出走するも、それぞれ3着と5着に終わった。前走から大幅な距離短縮となった、マーガレットステークスでは、道中かかりながらも4馬審査の圧勝を収めた。 そして5月11日の NHK マイルカップでは2番人気に押されたが5着に敗れた。休み明け初戦の1600万下条件の道頓堀ステイクスでは中断に位置して最後の直線で狭いところを抜け出して3勝目を挙げた。続くスワンステイクスでは2番人気に押されるも直線で伸びず8着に敗れた。続いて出走した軽半杯では 最後の直線で間を割って伸びてきたが、先に抜け出した。ウエスタンダンサーを差し切れず2着に敗れた。年明け初戦は、京都金杯で、道中は、最後方からレースを進め、最後の直線で追い込んできたが、3着に敗れた。続く、阪急杯では一番人気に支持されたが、最後の直線で伸びきれず7着に敗れた。母子制覇がかかった。 高松の宮記念では2番人気に支持されたが、最後の直線で大外から伸びてくるものの届かず6着に敗れた。続く、KO ハイスプリングカップでも2番人気で出走し、道中は後方からレースを進め、最後の直線で馬場の最内から追い込んで3着に入った。6月7日の安田記念は、デビュー以来初の2桁人気と低評価ながら、 道中最後方から足を溜めると最後の直線で、鋭い末足を見せ3着に入選した。その後は休養に入り、この年を終えた。休養を終えて2010年3月21日の六甲ステークスに一番人気で出走した。後方から追い上げてくるものの届かずスマイルジャックの4着に終わった。 続く、ダービー協チャレンジトロフィーでは16着と、しんがり負けを喫した。続く、オーストラリアトロフィーでは一番人気に支持され、レースでは、最後方から追い込んでくるも届かず4着に敗れた。次は、安田記念に登録した。獲得賞金順位では、除外対象最下位だったが、5月24日に発表された。 プレレーティングで登録場中1位の115ポンドを獲得し、優先出走権を得た。レースでは、いつも通りの最後方から直線で追い上げるも、昭和モダンの6着に終わった。7月4日のヨナゴステークスでは一番人気で、出走し、道中中段からレースを進めたが直線で伸びず4着に、敗れた。休養を挟んで10月30日のスワンステークスでは、 中段後方から追走するも、直線では全く伸びず11着に敗れた。11月13日のオーロカップでは、最後方から追い込んでくるも届かず4着に敗れた。12月18日の阪神カップと12月26日の2010ファイナルステークスでは共に12着に終わった。休養を終えて2011年5月1日の谷川。 ガクステークスに出走したが見せ場がなく12着と大敗を喫した。続くテレビ、愛知オープンでは中段からまくって進出するが直線入り口で失速し13着。ルミエールステークスでは最下位12着だった。トキステークスではいつも通りの最後方から追い上げてくるも8着。セントールステークスでは後方待機のまま12着。 ポートアイランドステークスでは11着、新越ステークスでは15着に終わった。休養を終えて、初ダートとなる2012年3月10日のポラリスステークスに出走、中断待機から直線でちをさばいて2着となった。続く3月31日のコーラルステークスでは、後方から追い上げてくるも4着だった。5月13日の立冬ステークスでは、後方追走から、 直線半ばで先頭に立ち、後続に一馬新3、4差をつけ、3年半ぶりの勝利を飾った。6月10日の天保山ステークスでは、中段から直線で外に持ち出して、足を伸ばし先頭に立つと後続に一馬新半差をつけ、勝利した。プロキオンステークスは、後方からレースを進め、最後の直線で追い込んできたが、3着に敗れた。 ドバイミーティングへの出走を目指して、ドバイに遠征した。まず一般ハンデキャップ競争に出走したが急着に、敗れた。続くマハーブ・アル・シマールも急着に終わった。帰国後も惨敗が続き、2014年6月11日付で、競争場登録を抹消された。引退時の報道では、北海道ニーカップ町のノースヒルズで、種ボバ入りする予定だと伝えられた。 しかし、下記のようなシュボバ関連の資料には、ファリダットの名前は見当たらず、ファリダットが引退後に種ボバとしての繁殖活動を行った形跡はない。またヤビスサーチでは、現役競争場の登録区分は、現役、引退して種ボバや、繁殖品場にならなかった、競争場の登録区分は、抹消と表記され、引退後に一度でも種ボバや、 繁殖品馬として登録された馬の登録区分は繁殖と表記される。繁殖の表記は繁殖実績の有無によらない。ファリダットに関してはヤビスサーチの登録区分は繁殖ではなく抹消となっている。このことからファリダットは実際の繁殖活動を行っていないだけでなく守母馬登録を一度もされていないと考えられる。 このようにファリダットの近況については、種ボバになったかも含めて不透明な状態が続いていたが、2019年4月に、島田明宏が NETKEIBA.com に掲載したコラムにおいて、幼駒の育成牧場である、ノースヒルズ、清畑で去勢された上で、リードホースとなっているという近況が伝えられた。父キングマンボはエルコンドルパサーなどを排出した。 実績のある、種バで、母ビリーブはスプリント GI を2勝している。ありがとうございます。